はい、共鳴ガードこんにちは、フルです。本日はフルの弾き語り配信ラジオをお聞きくださり本当にありがとうございます。はい、今日が記念すべき第1回目の配信となります。それでは一体早速ですね、このフルの弾き語り配信ラジオっていうものは何なのかっていうことをまず今日は最初にお伝えしておくと、このフルの弾き語り配信ラジオはですね、まあ僕の自己満足の弾き語りを皆さんに勝手に配信していこうかなっていうふうに思っているわけなんですね。はい、迷惑かもしれないんですけれども勝手に配信していきます。よろしければ聞いていただきたいっていうことなんですよね。はい、まあ、そんな感じで、まあそれとですね、まあたわいもない、まあ話をブツ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 つぶやいていこうかなっていうふうに思っています。まあ、それでですね、今僕の目の前には僕の相棒の熊野正之助がいるんですけどね、熊野正之助、はい、まあ、この熊野正之助は一体何なのかってことなんですけど、今ここで最初に言っておきますが、この熊野正之助には今後一切絶対に触れないでください、お願いいたします。まあ、何のためにいるかっていうと、結局ですね、まあ、ラジオ配信って言ってるんですけど、まあ普通のラジオのように周りにですね誰もスタッフとかいませんし、まあ、僕一人ぼっちでねやるんですよね。まあ今のところ、まあ、ゲストとかもですね来る予定なんてないので、まあ、おそらく一人でやっていくわけなんですけどね、ちょっと寂しいんで、まあ、家にですね熊野正之助がいたんで、まあ、連れてきました。僕の目の前で、まあ、いてくれると、まあ、少しはね僕も一人じゃないっていうような感じでですね、まあ、楽しくやっていけるんじゃないのかなって思ったんで、まあ、熊野正之助にいてもらっているだけです。はい、なので、まあ、今後一切この熊野正之助はラジオにも登場してきませんし、もちろん話すこともないので、はい、熊野正之助の存在は忘れてください。でもいつもいつもですね、これからもいつも僕の目の前にいます。まあ、正之助の話はそれぐらいにしておいて、はい。じゃあ、まあ、今日、第1回目の放送ということで、まあ、何をですね、やっていこうかなっていうふうに思ったんですけども、まあ、その前にちょっと一つお知らせをしておくと、まあ、一体これ、何分、どれぐらいの時間これ配信するんですかっていうことを思われるかもしれないですけども、はっきり言うと決まってません。はい、今のところは何も決まっていません。もしかしたら 2,3 分で終わっちゃうかもしれないし、もしかしたら 3,4 時間続くかもしれないです。 3,4 時間は多分ないんですけどね、 3,4 時間はないですけど、まあ、10分なのか15分なのか30分なのか1時間なのか、まあ、今のところ何もかも未定です。はい、僕の、この辺で終わるかなってとこで終わります。はい、流れでですね、流れで終わっていくっていう感じなんですね。はい。なので、まあ放送時間はですね、決まっているんですけども、終了時間は決まっていません。どうぞご了承いただきたいです。よろしくお願いいたします。で、今日第1回目の放送で、まあ早速何をやっていこうかなって考えてたんですけど、まあネタがないんでね、まず、まあ皆様からですね、まあリクエスト曲、まあ聞きたい曲なんかがあれば、お知らせくださいっていうことを言ったらですね、まあ、ありがたいことに、まあ、数名様がですね、リクエストもしていただいたんで、まあ、その中からですね、まあ、全部はですね、一気に紹介できないんで、まあ、その中から、弾き語っていきたいかなっていうふうに思うんですけどね。まあ、それと、あとは、まあ、なんか質問ですね。まあ、別に、僕のことなんて興味ないかもしれないんですけど、まあ、少しでもですね、フルのことを、分かっていただけたらなって、フルってどんなやつかっていうことをお伝えできればなっていうふうに思ったんで、何か質問をですね、質問があればお寄せくださいっていうこともですね、お知らせしたら、これもありがたいことに数名様がですね、質問
寄せていただいたんで、今日はその中から、まあこれもですね、ちょっと全部はご紹介できないんですけれども、まあその中から抜粋して、まあ質問に答えていこうかなっていうふうに思います。はい。それでは早速、フルの Q&A 質問コーナー始めます。よろしくお願いいたします。はい、どんどん行きましょう。それではですね、ペンネーム小金沢さんからの質問です。どこ中ですか？なるほどですね。どこ中ですかですね。はい。どこ中、まずこれどこ中って言っても、わかんないと思うんですけど、一応、まあ、質問されたんで、まあ、お答えしますね。どこ中ですかっていう質問されたんでですね。はい。北斗中学校です。北斗、北の都と書いて北斗中学校です。はい。僕は北斗中学校出身でした。はい。まあ、こんな感じで行きますね。まあ、北斗中学校、はい。僕は、まあ、生まれもですね、育ちも、現在も、札幌市、北海道の札幌市にいます。はい。で、札幌市立北斗中学校ですね。うん。まあ、そこに通っていました。小金沢さん、よろしいでしょうか。僕は北斗中学校でした。はい。それでは、どんどん行きましょう。続いては、ペンネーム、西野ハゲタカさんからの質問です。人生で一番恥ずかしかったことを教えてください。なるほど。はい。人生で一番恥ずかしかったことですね。はい。何かなぁ。まあ、恥ずかしかったとはちょっと違うのかな。まあ、虚しかった。恥ずかしかった。焦ってなかった。まあ、まあ、そんなこと。まあ、今はパッと思い浮かんだのがですね。うん。まあ、先日も、まあ、バレンタインでしたよね。バレンタインだったんですけど、うん。ちょっとバレンタインでですね、まあ、まあ、先日のバレンタインじゃないんですけどね。まあ、数年前のバレンタインでちょっと恥ずかしいことがあったんで、まあそれがちょっと今思い浮かんだんで、それをお伝えすると、うん。そうなんですよ。まあ、僕、飲食店に勤めてるんですけどね。うん。飲食店で働いてるんですが、まあ結構、アルバイトの子がですね、女の子ばっかりなんですけど、うん。毎年バレンタインですね、まあ、チョコをありがたいことにくれるわけなんですね。フルさん、チョコですっていう感じで、チョコくれるんですよね。まあ、いつもそれ楽しみにしてて、まあ、嬉しいですけど、うん、まあ、そんなのが、まあ、何年かあったんで、まあ、もちろん今年も、まあ、くれるんだろうなって思いますよね。うん。まあ、今年も、まあ、アルバイトの女の子たち、僕にチョコレートくれるんだろうなっていうふうに、まあ、思ってですね。たまたま、そのバレンタインの、何週間か前かですかね。まあ、ちょっと出かけた場所でですね。あ、これお返しにこれいいなっていうものがあったんですよ。あ、これすごいいいな。これ絶対、うん、お返しに、アルバイトの女の子たちにあげたら、まあ、センスあるなと思われて、まあ、喜んでもらえるなって思ってですね。まあ、バレンタイン、まあ、ホワイトデーのお返しをですね、まあ、バレンタインデー前にですね、もうあらかじめ、まあ、その見つけた時に、まあ、買わないと、もうなくなっちゃうかもしれないんで、はい。まあ、それをですね、まあ、大体これぐらいだろうっていう、うん、数をですね、まあ、ちょっと多めにですね、買って、まあ、数十個ですね。まあ、同じものを数十個、まあ、購入してたわけなんですよね。うん。よし、これでいいぞって、準備万端だ。絶対、喜んでもらえるし、
まあ、フルはセンスあるというふうに思われるぞ。よしよし。というふうにですね、思って、いざバレンタインデーを迎えたら、身内しかチョコをくれませんでした。はい。そうなんです。どういうわけか、その年だけ、誰もくれなかったんですよね。これ結構恥ずかしくないですか、これ。うん。身内しかくれなかったんですよ。三つぐらい。お母さんと、おばあちゃんと、義理の妹からもらっただけでしたね。うん。虚しかったんですよね。もう、数十個のお返しが余ってしまった。在庫として抱える羽目になったっていう、まあ、そういう恥ずかしい話をですね、させてもらいました。はい。西野ハゲタカさん、よろしいでしょうか。はい、続いての質問です。ペンネーム、クリオネさんからの質問です。何座ですか？はい。何座ですか？ですね。まあ、何座、うん、まあ、双子座なんですけどね。双子座です、僕は。うん。でもちょっと、普通。普通ですよ。まあ、ありがとうございます。クリオネさん。ありがたい質問。嬉しいんですけども。普通、誕生日聞きませんか？なんか、いきなり、いいんですけど、まあ、突発目で何座ですかって聞かれたの初めての経験です。僕、人生で生きてきた中で。何座ですかって、いきなりですよ。いきなり、一言目で何座ですかって聞かれたの初めてだったんで、ちょっとびっくりしたんですけど、はい。双子座なんですけどね。うん、まあ、誕生日、まあ、聞いてもいないんですけど、誕生日はですね、まあ、6月11日です。6月11日。はい。まあ、ちょっと6月11日の出来事とかちょっと調べたことがあったんですけども、6月11日、西暦1810年の6月11日に、カメハメハ一世がハワイ全諸島を統一しました。すごいですね。うん。1810年6月11日、僕の誕生日の日に、誕生日の日ではない、まあ生まれてないんですけどね。全然生まれてないけど、まあ6月11日に、カメハメハ一世がハワイ全諸島を統一したですね。すごいですね。まあ、そんなことあったんですよね。6月11日すごいですよね。うん。まあ、ハワイ州ではカメハメハデーっていう風になってるんですね。まあ、なのかどうか知りませんが、僕、すごいドラゴンボールが大好きなんですよね。カメハメハ。まあそういう、もしかしたら、うん、まあそういうなんか、あるのかなっていうふうに思うんですけどね。多分関係ないんですけどね。うん。まあ、ちなみに、まあ、6月11日のですね、僕の誕生日と同じ誕生日の有名人はですね、新垣結衣さんが一緒なんですよね。センスありますよね、やっぱり。うん、6月11日。まあ、あれはすごくセンスがある。はい。あとは、梅宮達夫さんの名である梅宮雅子さんの誕生日でもあります。はい、すごいですよね。やっぱりセンスありますよね。6月11日生まれ。梅宮雅子さんも、梅宮達夫さんの姪っ子の梅宮雅子さんも6月11日生まれっていうことですよね。はい。よろしいでしょうか？クリオネさん。はい。それでは続いての質問です。二つマングローブさんからの質問です。ありがとうございます。一体何がしたいんですか？はい。ちょっとですね。一体何がしたい？はい。なんか怒ってらっしゃるんですかね。うん、もし怒ってらっしゃるんでしたら、すいません。本当に。ごめんなさい。はい。
でもちょっと怒んないでほしいんですよね。うん。怒ってるんだったら本当にすいません。はい。まあ、一体何がしたいんですか。うん。そうなんですね。自分でも一体何がしたい。まあ、自問自答してるんですよね。うん。ちょっと自分でもちょっとよくわかんないんですけど。まあ、なんでこんなことしているのかっていうと、多分ですよ。多分。多分っていうか、昨年の末にですね、まあ、マイホームを購入したんですよ、フルは。フルはマイホームを購入したんですよね。お金貯めて貯めて、地道にちょっとずつちょっとずつ貯めて、35年ローンでマイホームを購入したんですよね。うん。そう。あと35年、絶対に死ねない戦いが待っているんですけど、はい。で、その、まあ僕まだ若いんですけどね。若いけど、早く買いたかったんですよ、マイホーム。まあそれはなんでかっていうと、まあ、それまでアパート住まいだったんですよね。ボロボロの、本当に、北海道で、まあ凍えそうになるぐらい寒くて、狭くて、ですね。まあそういうアパートに、ボロボロのアパートに、まあ住んでいたんですけど、まあフルは音楽活動、したかったんですけど、全然ギター弾けないんですよ、そんな場所で。うん、ギター弾いたら、怒られるんですよね。もう他の住民がいるんで、全然弾けないし、歌えないし、まあストレスですよね。うん。毎日ストレスを抱えて、震えながら生きていたんですけどね。うん、だから早く、家買いたいなっていうふうに思って、まあ家買って、音楽部屋を作りたいなっていうのが僕の、まあ、夢でもあったわけなんですよね。うん。一つの夢だったんですけど、まあ、それをですね、見事叶えることができたんですよ。ありがとうございます。本当に皆さんのおかげです。本当に皆さんに感謝しています。ありがとうございます。ですね。マイホームの地下ですね。地下室を作って、地下室に、まあ、そういう、スペースを作ったわけなんですよね。まあ、ここでどんだけ大声出しても、思いっきりギターをかき鳴らしても誰も文句は言わないわけなんですよね。うん。もうすごく今楽しいんですよね。で、まあ、そういう部屋ですね。うん。まあ、今回は秘密の地下放送室って呼んでいるんですけど、この秘密の地下放送室ができたんで、まあ、ここでなんかしたいなっていうふうに、まあ、単純に思ったわけなんですよね。まあ、ここでなんかしたい。うん。じゃあ、ここで、まあ、ただ自己満で、まあ、曲作って、弾いてるんだったら、まあ、それを、まあ、誰か聴いてくれる人がいるんだったら、まあ、その人に全力で、精一杯、ですね、全身全霊の力を込めて、まあ、曲をですね、まあ、弾き語って、伝えていけたらいいなっていうふうに思った、ですよね。なので、今回、まあ、こういうことをやらせていただいています。本当に怒っているんだったら、ごめんなさい。どうか、お許しください。一生懸命頑張るんで、よろしくお願いいたします。二つマングローブさん、よろしいでしょうか？お願いいたします。はい。それでは続いての質問です。ペンネーム、月のワグマさん。からの質問です。ありがとうございます。どこで髪切ってますかですね。本当に、月のワグマさん、聞きたいですかね。聞きたいですか？月のワグマさん。僕がどこで髪を切っているのか、本当に聞きたいですか？本当に聞きたいんですかね。うん。まあじゃあ、これも、まあ、聞きたいんだったら言いますけど、まあ、ありがと、本当、質問ありがたいんで、うん、まあ、喜んで答えさせていただくんですが、絶対に、知らないと思うんですよね。月のワグマさんは知ら、まあ、知ってたらすごい、知らないと思うんですけど、ロビンで髪を切ってます。はい。ロビンっていう美容室で髪切ってます。いいですか？はい。札幌市のロビン。まあ、検索したら出てくるのかな？うん。
まあもしもっと詳細を知りたかったら調べてください。北白石中学校の向かいにロビンはあります。はい、さっき言った前住んでたアパートの本当近所だったんで、前住んでたアパートから歩いて行ける距離だったんで、まあそこで髪切ってたんですけど、まあそこにはですね、まあ僕のまあ後輩がですね勤めているんで、まあそういうこともあって、その後輩にですねいつも髪切ってもらっていました。はい、で今引っ越した、今もまあかなり遠くなっちゃったんですけど、通ってますよ。うん、そう、やっぱりなかなか美容室っていうのもね、変えれないですよね。うん、変えれないし、まあその後輩もいるんで、まあ、髪切りに行って、まあ、近況報告したり、まあ、おしゃべりしながら楽しくやっています。はい。月のワグマさん、よろしいでしょうか。質問ありがとうございました。まあ、今日の、はい、質問、まあ、Q&A、フルの Q&A は以上になります。またですね、何かお聞きしたいことがあれば、あなたもお気軽に、メッセージの方をお寄せください。まあ、質問がまたっていうか、まあ、まあ、僕の気が向いたら、まあ、質問コーナー、またフルの Q&A っていうのもやらせていただこうと思うんで、まあ、よろしければ、まだ何か聞きたいことがあれば、あなたも質問をどんどん、どしどしお寄せください。よろしくお願いいたします。はい。まあ、それではですね、今日の第1回目のフルの弾き語り配信ラジオはこの辺になりますけれども、最後にですね、この配信ラジオでは最後に僕の弾き語りをお届けしてお別れしようと思うんで、まあ、今日ですね、お届けする曲は、はい。まあ、リクエストしていただいた曲の中から、選びました。ペンネーム、スルメイカさんからのリクエスト曲で、歌うたいのバラッド、お聴きください。それでは、また来週、笑ってお会いいたしましょう。フルが送り出しました。